それで、今日はですね、計算理論の8回目なんですけども、前半のまとめという形になっています。それで、あんまり内容はないんですけども、まあ、まとめの内容をするという形になりまして、まあ、この講義ですね、計算理論がどういうことを目的としていて、それで今までこの前半で何をしてきて、で、まあ、後半に何をするのかってことの話をもう一度するという形になります。まずそれを初めにやっていきます。で、この講義の主題は計算理論なんですけども、それは大体計算可能性理論と計算複雑性理論に分けられるということを初めに話しました。で、前半でやっているのがこの初めの計算可能性理論の方の内容でした。で、来週からの後半は計算複雑性理論とか計算量理論と呼ばれる内容になります。はい。で、それで、まあ、前半のまとめをやっていきたいんですけども、初めに言ったことをもう一度思い出してほしいんですけども、計算理論っていうのは計算機の理論ではないということですね。だから皆さん、そのコンピュータサイエンスっていうのは、そのコンピューターっていう言葉が使われているので、その、なんか計算機の科学であって、そのなんかコンピューターっていうそのなんか物質ですね。物質的な実在、実体に関する科学なのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあそういうわけではないんですね。で、皆さん、まず何だろう、そのコンピューターっていう英語があったら、これ皆さん、こう計算機となんか迷わず、まあ迷うかもしれないけども、まあ計算機とその日本語でに訳せと言われたら計算機というふうにまあ言うかもしれないんですよね。で、じゃあ、コンピューターってどういう英語なのかというと、これは、まあ、コンピュートっていう動詞から来ているわけです。この動詞の最後に、R をつけて、コンピューターっていう、その、形を作ってるわけですね。で、コンピュートっていうのは、まあ、動詞だから、まあ、日本語にするんだったら、計算するとか。っていうふうに、まあ、言うかもしれないですよね。はい。で、なんかその計算するっていうコンピュータに R をつけると、なんか計算機になるなっていうような印象をこう受けるわけです。印象を受けるわけですね。まあ印象か、実際そうなんですけども。じゃあその動詞に何かつけたら、その機械になるのかっていうと、まあそういうわけではないわけですよね。例えば Sing っていう、まあ英単語があって、まあこれ動詞なわけです。で、これ例えばこれまあ歌うとかっていうふうに訳すかもしれませんし、まあそういう意味であると思うわけですね。で、じゃあそれに対応して、なんか後ろに R つけると、これシンガーになるわけです。じゃあシンガー皆さんどうやって訳します？こうなんか突然。こういうなんか英語が現れたら。今日なんか時間があると思われるので、問いかけたときに、なんか誰かが答えない限り、答えないと進まないことにしようと思ってて、今、流れてる歌手って流れたので、じゃあこれ歌手。ですよね。ちょっと今字が汚いんで、ちょっと直しますね。字が汚いとか言って書き直しても別に綺麗になるわけじゃないんですけども、歌手。ですよね。だから、なんかその、シングに対しては、その R をつけると、なんか人になるんですよ。歌う人のことを。歌うことを職業としてる人のことを何というかって感じですね。歌手って。そんな感じなんですけども、なんか計算するっていうコンピュートに対して R をつけると、なぜか機械になってしまう。ですよね。で、それはなんかちょっと変だなというか、ちょっとなんか違和感を持ってもいいようなことが起きてるというふうにまあ思えるわけですね。で、この時代を遡るとか言っちゃいけないんですけども、歴史的に見ると、なんかコンピューターっていう英語は計算機のことを指してるんじゃなくて、だからこれバツをつけるといけないんだけども、ちょっと場所がないんで、上に書くと、上じゃなくて、上というか、なんか場所がないだけですね、これ。場所がないだけなんで、ちょっと別のところに書くと、ですね、計算書っていう日本語もあるんですよ。計算書書けないな。ちょっと、
この木じゃなくて、種ですね。だから、そう、だから多種の書く場所がいるんだ。計算種っていう、まあ、日本語というか、つまり、計算を職業的にする人っていうのが、実はいたんですね。昔は。で、実際に、ま、いろいろと調べてみる、もらうとわかるんですけども、例えばですね、NASA ですね、今でいう、アメリカ航空宇宙局の、ま、前身となるような、組織がですね、組織がアメリカにあったんですけども、そこにはこの計算種って人が何人もいて、そういう人はですね、何をしていたかっていうと、今、その計算機という機械が行っているような計算というのを手で行ってたんですよ。だその当時まだその、いわゆる計算機がなかったので。ね、で、そういうことをやって、そのいわゆるその科学技術計算というのを手でやってたんです。だから数値計算を手でやってたんです、本当に。というような時代があったんですね。で、残念ながらなのか、まあどうかわかりませんけど、そのまあ計算士という職業が今あんまりないわけですね。まあそれ聞かないわけです。で、そういう人の仕事は、まあ大体計算機にとって代わられたということになるわけですね。で、まあそういうことを言って何を伝えたいのかというと、そのコンピューターというのが、という言葉が機械を表すんだっていうのはそんなに常識ではないってことなんですね。だから最近は、まあ、そういうふうに計算機というものとしてコンピューターを捉えているんだけど、別にそのコンピューターっていうのはそのコンピュートする主体のことを表す英語であるだけであって、それがそのいちいちですね、その英語としてその機械と結びついているわけではないっていうのは、その英語としてのその言葉の成り立ちを考えると分かることでもあって、実際に計算手というそういう人もいたんだってことは歴史的事実として皆さんの頭の中に留めておいてもいいことかとは思うんですよね。そのまあ皆さんコンピュータサイエンス、情報系の勉強をしているものとしては。あつまり、その計算をするのは計算機だけではなくって、まあ人間も計算するし、他のいろんなものも計算するんだということになるわけです。だからそうすると、その計算っていうのは計算機だけがするものじゃないわけなんだから、その計算する主体っていうのはまあ何なのかってことをちゃんと考えたり、いや、そういうものが行う計算っていうのは何なのかってことを、まあ、真面目に考える必要があるなっていうふうになるわけです。で、そういうことで生まれてきたのが計算理論という枠組みになるわけですね。で、初回の時にまあいろんなことを言ったんですけども、その計算機も計算を行うし、人間も計算を行うし、実は、そのなんか生命も計算を行ったりとか、まあ、電気回路、電子回路が計算を行うっていうのは、まあそういうものから論理回路が作れるから、ということから分かるんだけども、実はそのビリヤードを使って論理回路を作ることもできるし、ゲームを使って論理回路を作ることもできるということもなんか紹介しました。ということになるので、そのまあ計算が行うものっていうのはまあ様々なわけです。世の中のおそらくですね、すべてのものは計算しています。あるいはその計算していると捉えることができます。だからこれモデル化なんですね。世の中で起こっていることをどのようにその捉えるのかっていうことの一つの方法としては、そういうものは計算しているっていうふうに捉えることができると思うんです。私は割とそういう見方をしていて、世の中のものは全て計算していると思っています。何もかも。ある種の意味で。で、そういうふうに捉えるためには、もう少しその計算っていうのを真面目に考える必要があるわけですね。だからそうすると、まあ、求められるもの。計算とは結局何なのかってことをはっきりさせる必要がありますし、そのための理論体系をちゃんと作ってあげないといけないということになって、そういうものが計算理論であるという形になるわけです。で、それについて、まあ、今まで話をしてきましたし、まあ、後半でもその続きの話が続くということになります。で、この前半の話では何を紹介したのかっていうと、まずその計算っていうのはまあどういうものなのかなってことを、直感的に考えてみると、まあ何か、まあこの図がありますね。まあこんなような感じのことかなというふうに思うわけですね。なんか入力があって、その入力に対して処理をして出力をするというようなことが、まあ計算のプロセスとして、捉えることができることかなというふうに思うわけです。でそうすると、なんかその時間とともに変化するものっていうのは、なんか何でも計算のように思えてくるわけですね。で、皆さんは、なんかこの時間とともに変化するものっていうのが世の中に、なんか、いくつもあって、もうなんか無尽蔵にあって、で、しかもそういうものに対して、その皆さん、ずっとこう勉強してきてるんだっていうふうに、まあ思うわけですね。で、そういうものは全部こう、まあ計算してるわけです。
なんか初期状態があって、なんかわかんないけども、処理が行われて、なんか最終的な状態が得られるというものは、これ全部計算だと思えるわけです。例えば、なんかその、なんでしょうね。あるなんか電磁場があって、そこに荷電粒子があるという初期状態があって、そこになんかずっとその時間が経過するのを待ってるっていうのはまあ処理ですね。で、そうするとそのなんか荷電粒子が動いていって、なんかどっかの場所に収まると、なんかこう出力と見られるとか。そんな感じのものも、やっぱりまあ計算と見えるわけです。先ほどなんかビリヤードの話しましたけども、まあビリヤードでもいうのは、まあ今その荷電粒子じゃなくて、まあ質点のようなものが、質点じゃないですね。合体のようなものがなんか運動して最終的な状態に収まるというような、またこう流れになっているわけです。それもまあ計算かなと思うわけですね。で、そうすると、まあこういうもの全部計算なんで、まあ、世の中計算に溢れてるってことになりますね。うん、嬉しいですね。この嬉しさを共有できるかどうかわかんないですけども、だからもう世の中で起きてることはみんなこれ計算なんですね。あ、計算だと見なせるわけですね。私は計算だと見てます。ので、まあそういう感じになっていくわけですね。どういう感じなんでしょうね。だからまあそういうふうには捉えてますってことですね。で、まあそういうことをいろいろと、まあ勉強してるわけですけども、そのまあ計算っていうのは、その計算機と、まあ、密接に関連してるんだけども、計算機だけを扱うわけじゃないというのが、その計算を勉強するときのミソで、だから今ここにですね、抽象度っていうのがこれ書いてありますけども、まあ抽象度が低いほど割とそのまあ物理世界というか、その計算機ですね、その機械に近いところに、話が行ってるわけです。だから、低い方はまあなんか物理的。なんか初回にこういうこと書いてあるような気がする。で、抽象度高い方が、まあ、論理的と、あの、理解な、理由、理由です。論理的なんですけども。論理的なことですね。うん。物理的なものが論理的じゃないと言ってるわけじゃなくて、その論理的っていうのは、まあ、抽象度が高い、数学的。物理的の対比語が論理的っていうような言い方をすることも多いと思いますけども、まあちょっと数字にフィーかもしれないので、今数学的っていうふうに、補足をしましたけども、まあそんな感じになっていると。で、計算理論っていうのは、まあこの抽象度が高いところに大体位置しているということになりますね。その、だからその、まあ計算機が高い、計算、抽象度が高いほど、その計算そのものに関する話をしてるんだっていうことになりますね。一方、なんか、この抽象度が低い、物理的な話になっていけば、なっていくほど、その計算機っていうその機械的なその仕組みに、注目してるということになるっていうふうに、まあ、だいたいカリキュラムは位置づけられてるわけです。でですね、やっぱりその計算とかですね、計算機を理解しようというときには、このスペクトルというか、この抽象度高いところから低いところまでの、このまあ一連をカバーするっていうのが非常に重要なので、まあそういうつもりで皆さんは勉強してきていただきたかったという、もうこの3年の後期なんでね、なんか振り返るようになってしまいますけども、だからまあなんかこういういろんな講義というかいろんな科目があるんですけども、まあそういうものをですね、だらだら受けてるんじゃなくて、こういうその位置づけをですね、感じながら勉強してきていただくっていうのは、重要だったとは思うんですけどね。まあ、皆さんがそういうことをできたかどうかってことは私は分かりません。さて、それで、この講義ではどういうことを、じゃあ実際、議論してきたかというと、まずその、計算っていうのをちゃんと捉える必要があったんですけども、まずその上で一つ重要だったのは計算モデルって話です。計算モデル。つまりその、計算を抽象的に語る土台っていうのをしっかり決める必要があるんですね。で、実はそういう計算モデルっていうのはたくさんあって、まあ、その一つ一つその計算モデルによって違う理論が展開されるような形に実際の計算理論っていうのはなる可能性があります。なる可能性があります。しかしですね、しかしですね、あとは、この次のページで言います。で、そのよく議論される計算モデルとしては、この万能な計算モデルと言ってるものと、まあ、もう一つ、なんか具体的な計算モデルと呼んでいるものがあります。まあ、具体的な計算モデルをこの講義では扱わないので、あるいはなかったので、この万能な計算モデルの話ばっかり
していたんですけども、で、この初回、これもですね、初回の時にこの万能な計算モデルっていう言い方をしたりして、その万能な計算モデルっていうのは何なのかってことは、後の講義で定義しますよって形でお話をしたわけです。で、実際、後の方の講義で万能っていう言葉が何を意味するのかってことは話をしていて、それは万能関数が計算できることっていうのを意味することになりました。まあ、万能関数って何だったのかってことは復習をしてください。で、重要なのは、この万能って言葉が何でもできるという意味ではないっていうのに注意をしてもらうということですね。で、もう一度その英語の話をすると、この万能っていう、この計算理論における用語は、ユニバーサルっていう英語の訳なんですね。で、ユニバーサルっていう英語に、この日本語の万能っていうような意味合いがあるのかどうかと言われると、私はないと思うんですね。なんかその何でもできるっていうような意味があるかと言われると、まあそうではないような気がするんですよね。だからそういう意味ではちょっと万能っていう日本語を伝統的に当ててしまったのは、誤解を生みやすいのかなっていう気もするんですけども、でもまあこれはその、この分野における今となっては標準的な言葉の使い方なので、まあこれは仕方がないかなというふうに思うわけですね。だから重要なのは何かっていうと、言葉っていうものには、あるいは用語というものには必ず定義があるっていうことです。で、定義に、我々こう縛られる必要があるんですよね。だからその定義に従わずに、その万能とか、そのですね、言葉の響きだけに囚われていろんな議論をするっていうのは非常に危険なわけです。で、そういうことを我々はよくやりがちです。ので、注意をしてください。なんかその、技術的に使われる言葉とかですね、まあそういうものには必ず定義があるんだってことには注意をしてください。で、まあそれは技術的な、場面だけではなくって、本来いろんな議論をするときに、そのお互いのですね、コミュニケーションをする、その互いがですね、ある一つの言葉に対して描いているイメージとか、思い描いている定義が異なっている場合っていうのはあるわけですね、往々にして。で、そういうときには大体コミュニケーションができなくなります。意思疎通ができなくなります。でそういうときにはちゃんとどういう言葉遣いとか、どういう定義のもとでそういう言葉を使っているのかってことをはっきりさせることが重要です。で、こういうのをですね、私はコミュニケーション能力だというふうに、というんだと思ってるんですけども、どうやらですね、その世間的にはそのコミュニケーション能力とかいうものが違うものを指すように言われているので、そういうのはなんか非常に残念だなっていうような気はするわけです。だからそのちゃんとしたコミュニケーションっていうのは、ちゃんとした言葉の定義とかですね、そのお互いがそのどのような言葉の定義を持って、物事を言ってるのかってことを理解するっていうところから始まると思うので、そういうところは重要だと思うので注意してください。で、その今のちょっとまあ雑談を置いておいて、ここでの万能ってのは何なのかというと、もし言うと万能関数が計算できるってことであって、何もかもできるということではないので注意をするというのは、この計算理論を勉強した人にとっては、重要な能力になります。技術になりますね、注意してください。で、この万能な計算モデルの話を、この講義ではしていて、で、そこにおいて、この計算可能性理論というのと、計算複雑性理論というのが展開されるという形になっていて、この講義は構成されています。で、この前半の計算可能性理論の方は、ここに書いてあるですね、この万能な計算モデルというので、原理的にできることとできないことっていうのが何なのかってことを議論するのが、計算可能性理論です。で一方で、来週からの計算複雑性理論というのは、実用的に何ができるのかってことを議論する話になります。いいでしょうか。で、それで、じゃあ計算可能性理論が言っていた、その原理的にできる、できないっていうのは何だったのかっていうと、それは、アルゴリズムが存在するかしないかってことを、まあ、議論しているのと同じだということになります。この講義では、その計算モデルとしてホワイルプログラムっていうのを採用したんですけども、そのまあホワイルプログラムにおいてアルゴリズムが存在するっていうのは、つまりそのホワイルプログラムで書けるということに対応するわけですね。で、書けると。記述できるとか。書けるっていうのはちょっと言い方がいけなかったかもしれないですけど、記述できるとかですね。はい。ということになるので、まあ、それをもって、このアルゴリズムが存在するかしないかってことを議論したわけです。で、重要な事実っていうのがここに書いてあって、原理的にできない、つまりアルゴリズムが存在しないようなことがあり得るということを言いました。
言いましたし、これ実際証明したわけですね。で、これはつまり、計算不可能な部分関数が存在するというような形で、授業の中では言ったわけです。どういうふうに言ったかというと、while計算不可能な部分関数が存在すると。それかけるかな、するということですね。という形で、実際その定理として証明したわけです。重要なのは、やっぱりこの定理として証明することができたってことですね。定理として証明したってことは、つまり、こういうようなその計算に関する議論が全部その数学的な土壌に乗ってるわけです。土壌っていうか、土台に乗ってるわけです。土台に乗ってるわけです。すいません。数学的な土台に乗ってるわけです。で、そういうことになってるので、こういうその存在するってことがちゃんと証明できるってことになるわけですね。で、これは重要なことなんです。で、その前半の目標として、何が原理的にできないのか理解するということと、なぜ原理的にできないのか理解するということをやったわけですね。ただ、このなぜっていう方は、どちらかというと、そのちゃんとこの証明ができるっていうこととか、証明を終えるってことを重視したというわけです。だから、そのなぜできないのかってことをちゃんと数学的に理解するということが重要だったわけですね。で、何ができないのかっていう話は、また後にしていきます。はい。で、それで、これは前半の話だったんですね。で、来週からの後半の話は、計算複雑性理論、あるいは計算量理論と呼ばれるものになります。で、それは、実用的にできること、できないことってのは何なのかってことを話をするというわけですね。で、問題はですね、この実用的にできるとかできないっていうのは、割と文脈に依存するんですよ。だから、何をもって実用的にできるのか、実用的にできないのかっていうふうに判断するのかっていうのは、文脈に依存します。で、文脈っていうのは、今までっていうのは、つまりその計算可能性理論にはなかったんですね。計算可能性理論は、もうそもそもプログラムが書けるかとか、そもそもアルゴリズムが存在するのかとかって、そういうそもそも論なんですよ。そもそもなんですよ。で、計算量理論っていうのは、例えばそのプログラムは書けるんだけども、プログラムがなんか遅すぎて困るとかってことは、その現実によくあるわけですね。で、そういう遅すぎて困るとか、そういうのを、この数学的に議論したいっていうのをやりたいんですよ。そうすると、遅すぎて困るとかっていう、基準っていうのは、まあ、人によるというか、場合によるというか、まあ、そんな感じになるわけですね。で、なんか、人によるとか、場合によるとかって、そんなものを、その数学的な議論にちゃんと載せられるのかっていうことが、来週からの話なわけですね。だから、そこら辺をちゃんとやっていかなくちゃいけないんですけども、まあ、だからそういう話になるということになります。で、それが、この計算量理論、計算複雑性理論の話として出てくることになります。で、そうするとですね、今言ったような、遅すぎて困るとか、そういうことになると、遅いっていうのはですね、これ、時間に対する概念なんですね。遅すぎて困るとかっていう。で、もしかしたら、アルゴリズムを実装したりとか、アルゴリズムを作ったりとか、プログラムを実行したりするときに困ることっていうのは他にもあるかもしれないわけです。例えば、メモリーを使いすぎて困るとか、通信のバンド幅を使いすぎて困るとか、いろんなことに困る可能性があるわけですね。で、困ることっていうのは、つまり何なのかっていうと、我々計算に対して資源っていう概念を持ってるわけです。時間っていうのは資源なんですね。だから、その計算においては使える資源になるわけです。で、メモリーっていうのも、その資源なわけです。その計算において使える資源なんですね。で、バンド幅って先ほど言いましたけど、そのバンド幅っていうのも、その計算において使える資源になるわけです。で、そういうその資源の概念っていうのをちゃんと導入するっていうのが、この計算量理論、あるいは計算複雑性理論では重要になってきます。で、それをまず理解するっていうのが、この計算複雑性理論や計算量理論における第一歩になります。いろんな形の資源っていうのはあり得ます。だからですね、実はですね、この計算理論とかですね、プログラミングとかですね、なんだろうな、アルゴリズムとかそういうのはですね、実は環境問題なんですね。環境問題なんです。例えばなんだろう、まあ、あるいはコンピュータサイエンス自身も環境問題だと思ってるんですけども、環境問題ってのはだから何かっていうと、効率よくとかって言ってる時も、その効率っていうのは、その資源をどう使うかっていう話になるわけですね。で、例えばそのハードウェアとかの話でも、その電力っていうのは非常に重要な話になるわけです。
で、この前、何でしたっけ、スーパーコンピューターの富岳が五冠を取ったとかっていう話がニュースになってましたけども、その評価基準の一つは消費電力なんですね。そのスーパーコンピューターとかそういうものでにおいて、その消費される電力っていうのは圧倒的に問題になっていて、あるいはちょっと前に、いわゆる、暗号通貨ですね。なんて言うんでしたっけ？当時は違う言われ方してたと思うんですけど、なんて言うんで、仮想通貨ですね。仮想通貨と呼ばれているもの。今は暗号通貨と呼んでると思いますけども、そういうもののマイニングというところを、いろんな人がやって、それでまたこので、あの電力の問題になったわけですね。そんな感じで、その計算と資源の話ってのは非常に密接に関わっていて、その資源っていうのは、その抽象的な時間とかメモリーとか、メモリーはあんまり抽象的な感じじゃなくてですね、まあだからその、メモリーとかそういうものだけじゃなくて、その、もっと物理的なその電力とかそういうものにも関わってくるわけですね。なので、割とその、計算理論の最先端というか、この計算複雑性理論とか、あるいはその、それよりもちょっと具体性が強いそのアルゴリズムとかの話っていうのはもうすぐその資源の問題とか環境問題になっていくわけですね。だから環境問題っていうのをまあそういう側面から捉えることもできるんですね。だから私はだから何もかも計算だと思えてるんでそういうふうに言っちゃうわけですけども、まあそういうふうな捉え方もできて、まあ、資源っていうのをじゅ、あのか、あの、計算においてどう理解するのかってことが重要になります。だから今日は無駄話が多いのか、まあ、割となんか内容がないので、無駄話が多くなってるのかもしれませんけど、まあそんな感じです。で、それで重要な事実っていうのを、これを数学的に証明していくことになります。何かっていうと、原理的にはできるわ。つまりその、今までの言い方で言うと、計算可能であるんですね。原理的にできる。これ、計算可能である。計算可能であるが、実用的にできないことっていうのがあります。これは重要な事実です。で、これはですね、証明するのかどうかってことは、ちょっと、この後半の流れではわかんないんですけども、まあ、こういう事実があります。で、これ非常に重要な事実です。で、もう一つ重要なことがあって、よく現れる問題が実用的に解けるかどうかわかってないっていうことがあります。で、これは非常に重要なポイントで、だから、この計算可能性のですね、この計算理論の前半の話では、計算可能でない問題とか、部分関数たくさんあるとかって話をちょっとしたんですけども、まあその中で出てきたものにその定子性関数とかですね、まあそういうものがあったわけです。で、もしかしたらまあ定子性関数ぐらいだったら、なんか別に計算できなくてもいいかなとかっていうふうに、まあそう思われたら困るんだけども、まあそういうふうに思う人もいるかもしれないわけですね。そうなんですけども、割とその日常的に現れる問題とか、その普段生活していて現れる問題、だからその例えばなんか定時性問題を解こうと思う人は、なんかそのプログラムを作る人とか、なんかその割とその情報技術の深いところにいる人かもしれませんけど、そうじゃなくて、もう一般市民がですね、街で出歩いた時に出会うような問題っていうのがよく現れる問題です。で、そういうものがことごとく実用的に解けないことがあったり、あるいは実用的に解けるかどうか分かってないってことがあります。だからその皆さん、そのアルゴリズム論とかですね、そういう授業でどのようにして問題を解くのかっていうことを、勉強したりしたと思うんですけども、実はですね、今なんかちょっと、ディスが入っちゃったんで危なかったんで、ちょっと言い方を揃えますけども、整えますけども、そういうですね、うまく解けるような話っていうのは非常に限られてます、世の中で。で、ほとんどの問題は解けないか、あるいは解けるかどうか分かってない問題になってます。っていうのが実情です。実情です。だから、今ですね、我々この、現実のこの世界でですね、いろんな問題を解いてるような気になってるんですけども、実はあれはですね、解けてるんじゃないんですね。解いてると思い込んでるだけなんですね、残念ながら。あるいは、我々が、なんだろうな、解けてる、なんだろうな、解けているという定義を変えてる部分もあります。何をもって解けてるというふうに思うのかってことを、まあ自分たちの都合がいいように変えてるっていう部分もあって、
で、それでなんか今のところ問題がないように見えてるっていうのが、現状で、だから、そんなことだとですね、今後、この社会破綻していく可能性もあるんですよね。なんか、ゴールポストを自分たちでずらしているような感じもしていて、まあ、だからそういうような感じで、現在の技術っていうのは成り立っているわけです。だから非常に危険なんですけども、で、なんで危険かっていうと、残念ながらそういう、うまく解けるのか解けないのかってことは、実は、数学的に分かってないことが多いからです。だから、それは、ある意味、妥協の産物であって、その数学的に解けないから、じゃあ、何も解かずに生活してきますよってことにならないので、なんとかして妥協した中で解いてるというのが現状なんですよね。だから、そういうのはまあ非常に危ないんですけども、この技術の、数学の現状がそうだから仕方がないという感じになってるっていうのが、今の社会の成り立ちだと私は思ってます。はい。で、この中でですね、この P、NP 問題っていうのがあるんですけども、まあ、それが何なのかってことをちゃんと理解するっていうのが後半の目標の重要なところです。これが今、これだけですね。はい。で、前半は、まあ、そういうことの目標の中で何をやってきたかというと、まずその計算モデルとして、ホワイルプログラムっていうのを採用しました。で、その中で、いろいろと重要な概念があったので、それをここにまとめてみました。まず、計算の模倣っていう概念がありました。授業で紹介した例では何だったかというと、そのホワイルプログラムというのを使って Go to プログラムを表せる。また Go to プログラムを使ってホワイルプログラムを表せるということをやりました。で、そういうのを計算の模倣といったり、まあ、模倣を英語で言うとシミュレーションですね。というふうに言ったりしたということです。で、他にも重要な概念ありまして、コード化ってありました。コード化って何だったかっていうと、そのホワイルプログラムは部分関数を計算するので、まあ、自然数しか入力に取れなかったわけですね。だけども、その自然数というものを使っていろんなデータを表現できるんだってことの話をしました。特に、そのプログラム自体を自然数として表現できるっていう方法が、するという方法があって、まあ、それによってプログラムをプログラムに入力するということができるようになるという部分が大事でした。で、そうすると、そのプログラムを処理するプログラムってことを考えられるので、それによって万能関数とか万能計算の実現ができるようになったということになります。これはまあ現実世界でいうと、インタープリッターの設計に対応するということになるわけです。で、そういうことを通して、実際に計算不可能問題っていうのがあるってことを、対角線論法を使って証明しました。また、多くの具体的な重要な問題が計算不可能だったことも示して、その時には、定数性問題という問題がまず難しいというのは計算不可能だということを示して、それに他の多くの問題を希釈するという形で計算不可能だということを示すという、技法を紹介しました。で、前回なんですけども、再帰というのがこのホワイルプログラムで実現できるんだという話を、再帰定理というのを紹介することによってやりました。ですね。で、最後のところに重要な観点が書いてあるんですけども、今この上のですね、重要な話と書いてあるのは、このホワイルプログラムというのを計算モデルとして採用したから言えた話というわけじゃなくて、実は他の、その万能な計算モデル、例えばチューリング機械やラムダ計算、まあ、そういうものが何であるかということをこの授業で紹介しなかったんですけども、まあ、そういうものでもこのような理論というのは、展開できるということが重要です。チューリング機械やラムダ計算について、もし興味があるという人、場合は自分で調べるということにしてください。よろしくお願いします。じゃあ、ここまでが前半のまとめで、残った時間で、まあ、ざっとなお話をしようと思いますけども、じゃあその前に休憩をしたいと思います。じゃあ2分休憩しましょう。じゃあ2分休憩した後に、ちょっと今までの授業の中で触れられなかったことの話をしようと思います。はい、じゃあ休憩します。
はい。それでは再開します。よろしいでしょうか。ですね。雑多な話をしようと思って、何の話をしようか、割と、一週間というか、四五日悩んでたんですけども、ですね。いろんな計算不可能問題があるんだってことを紹介しようというふうに、決めたので、それをやります。はい。で、計算不可能性の話をした回があったんですけども、どういうことをやったかというと、定理として、計算不可能な部分関数が存在するということを、その時言ったわけです。で、その時ですね、証明では対角線論法っていうのを用いたんですね。こんなような図があったなってことを、ちょっとなんか、イメージで思い出すことができるかもしれませんけども、で、対角線論法っていうのは、どういう時に使うのかというと、集合は2つあって、A と B ですね。A と B があって、A が B よりも圧倒的に大きいことを証明する技法なんですね。だから、ちょっと A と B に方眼関係があるかどうかはちょっとわかんないんですけども、A が B よりも圧倒的に大きいんで、なんか A っていうなんか大きな集合があって、B っていうのはその中のほんの一部分っていうなんか、こういうイメージですね。こんな風になってるよってことを、証明するような技法なんですね。こういうふうになっていれば必ず、対角線論法が使えるのかっていうと、そうではないんですけども、イメージはこんな感じです。逆に言うとですね、こんな感じじゃないと、カントールの対角線論法ってのは使えないです。で、計算不可能な部分関数が存在するっていうときには、その A と B として何を考えたかっていうと、A っていうのが、これは部分関数全体です。部分関数を全部集めてきて、集合を作ったと思ってください。部分関数を全部集めてきたのが集合なのかどうかってことは、ちょっと議論があるかもしれませんけども、こうでは集合だと見なしましょう。で、B の方は、フォーイル計算可能な、部分関数全部集めてきたものだと思ってください。で、そうすると、このフォーイル計算可能な部分関数全体っていう集合に入ってない部分関数っていうのは、フォーイル計算可能ではないということが言えるわけです。だから、こんな感じなんで、このフォーイル計算不可能な部分関数ってもうたくさんあるんですね。だから、こういう言い方がいいかどうかわかんないですけども、この部分関数をランダムに取ってきたら、この B っていう集合に入る確率っていうのは非常に小さいわけです。だから、ほとんどの、打ち合わせ自体です。ほとんど部分関数は計算不可能です。そういう意味では。なので、さっきもちょっとこういうこと言ったかもしれませんけど、ほとんどの問題解けないわけです。こうやって、ほとんどの問題っていうのが、この世の中に現れる、歩いていたら、道端に落ちてるような問題であるとは限らないんですけども、この部分関数全体からランダムに取ってくると、それが超える計算可能であるような確率っていうのは圧倒的に低いです。で、そうすると、たくさんあるってことはわかるんだけども、この授業で扱った、そういう具体的な、道端に落ちてそうな計算不可能問題っていうのは、あんまり紹介してこなかったんですよね。で、初めにやったのは定数性問題っていう問題で、そのプログラムとそれの入力に、それの、そのプログラムに対する入力を与えたときに、その計算が停止しますかっていうことを問うような問題だったわけですね。で、これ計算不可能ですってことをこれ証明しました。で、その他にも、プログラムの性質を問う問題も、いろいろと考えて、それらが計算不可能だったってことを、証明したり、あるいは演習問題に挙げたりしました。例えば、与えられたプログラムが、全域関数を計算するプログラムですかってことを問ったり、与えられたプログラムが2倍の計算をするプログラムですかってことを問う問題とか、そういうやつですね。で、そういうのは実は計算不可能になったっていうような話をしました。で、そういうふうに、その定数性問題も、このプログラムの性質を問う問題っていうのも、プログラムを入力とする。プログラムのコードを入力とする。
問題なわけです。で、そうすると、なんかそのプログラムをなんか入力して、なんか処理したいっていうような問題を解きたいのは、多分そのプログラムを作る人とか、プログラム処理系を作る人とか、なんかそういう人で、もしかしたら割と限られた人なのかもしれないわけですよね。で、実は、そういう問題だけが、そういう種類の問題だけが計算不可能問題なんじゃなくって、もう少し、まあ、身近というか、まあ、そうではない問題ですね。その、まあ、プログラムを対象とする問題でない問題にも、計算不可能な問題があるんですよってことをちょっと紹介したいということで、3つ、今からやってきます。で、証明はしません。なんでこれらの問題が計算不可能なのかということを証明、それはしません。ちょっとその証明のためには、準備が、必要になりますし、それを、紹介するだけの技量も多分私にはないと思うので、それ紹介はしないんですけども、どういう問題が、計算不可能になるのかということの紹介はしていこうと思います。でですね、本来はですね、もう少しその道端に落ちていそうな問題をここで挙げたかったんですけども、道端に落ちていそうな、道端に落ちていそうっていう、例えが分かりやすいですね。もっと皆さんの生活になんか密着したような問題を挙げたかったんですけども、ちょっとそうすると、準備が必要になりすぎてしまって、それもそれで、説明しにくいなと思ったので、ちょっと今日は、このなんか数学的な問題だけを挙げることにしました。で、ちょっと、それは残念なんですけども、もう少し皆さんの身近にありそうな計算不可能性も、計算不可能問題を挙げることができればよかったんですけども、今日は数学の問題3つにします。まあ、数学の問題は説明しやすいからですね。なので、そういうことにしました。で、初めにやるのはですね、ヒルベルトの第10問題に関する問題です。で、どういうような問題かなのかっていうと、今ですね、ここに一つ方程式があります。x2 乗マイナス xy プラス 2yz3 乗プラス2イコール0っていう、これは x と y と z を変数とする方程式です。で、これが整数解を持つのかということを聞きます。整数解というのは、x も整数、y も整数、z も整数で、この式を満たすようなものありますかということを聞くわけですね。で、なんか、これは持つでしょうか、持たないでしょうかと聞かれると、どうでしょうっていうふうに聞こうと思うんですけど、これ、次のページに書いてあるんですよね。これは、回答として持つことになります。実際、x を2、y を1、z をマイナス1とすると、それが解になってますね。実際に計算すると、2の2乗マイナス 2×1 プラス 2×1 かけるマイナス1の3乗プラス2ですね。これが左辺ですね。これ計算すると、で、こういう計算で私間違えるんですけども、まあ、じゃあ間違えないために一個一個やっていくと、4-2+2だから、間違ってますね。見事間違っていることが分かりまして、なんで間違っているのかというと、多分、ここに書いてることが間違っているところですね。なるほど。なんで間違えたのかな？これは圧倒的に間違ってますね。これ圧倒的に間違っていることが分かってくるわけですね。これ2、まあこれ2ですね。だからこれ0じゃないですね。圧倒的に申し訳ない。じゃあ皆さん、この方程式、多分整数解を持つんですけども、ちょっと今から、ね、頑張って、見つかったら教えてください。私メンバーからちょっと考えて見つけようとするんで。11マイナスでした。ありがとうございます。じゃあ x が1。y が1、z がマイナス1のとき、左辺は、1の2乗マイナス1かける1プラス、2かける1かけるマイナス1の3乗プラス2ですね。ってことは、これは2引く1引く、あ、違う。こういうふうに間違えるから、間違えるんですよ。1-1-2+2ですね。あ、0ですね。ありがとうございます。ちょっとこれメモしてきますね。じゃあこれであと転生してきますね。なるほど。x が1で、y が1で、z がもあります。ありがとうございます。素晴らしいですね。素晴らしいです。はい。ということで、
ちょっとなんか偉そうに言ってますけど、X が1で Y が1。そうか、X を2にするようなことを初め考えていて、それで訂正しようとして、修正しようとしませんですね。X が1で Y が1で Z マイナス1という解があるから、これ、整数解持ちます。はい。だから整数解持つという結論は変わらなかったですね。よかったですね。はい。で、じゃあ一方です。次の方程式が整数解持つか、なんかだんだん不安になってきたんですけども、これで整数解持ちますかと言われるとどうかと。これはですね、持たないと思います。持たない。で、なんでか。持たない場合にですね、その持たないことを証明するっていうのは、とか大変なんですね。だから、持つ場合には、まあ、これ間違ってますけど、1ですけど、持つ場合には、その解を一つ見つけてあげれば、その解をこの式に代入して、あ、確かに解ですねってことを確認してあげればいいんですよね。だけども、この解を持たないときに、持たないんだってことを証明するのはなかなか大変なんですよ。で、実際これはどうして持たないということがわかるのか、あるいは、これ持たないように私はこれ作ったはずなんですけども、ここが間違ってると、ちょっとまた破綻して、もう今日どうしようという気持ちになっちゃいますけども、これはですね、左辺がこれだからですね。で、じゃあ、本当にこれでないかどうかってことを後で確かめることにして、これこうなってなかったらちょっとまたこれ困るんだけども、もうこうなってるとすると、何が言えるかっていうと、ここに x マイナス y の2乗っていうのがあります。で、実数の2乗から必ず0以上になります。ですか。で、後ろにはこの 3y-xz の2乗っていうのがあります。で、実数の2乗は0以上だから、この部分も0以上になります。で、プラス1がありますね。1はこれ0よりも真に大きいです。だから、この左辺の方は、0以上のものと0より大きいものを足してますから、これ必ず0より大きくなります。ですか。だから、イコール0にはなり得ませんということです。で、問題は、この左辺がこの形で本当に表されているのかどうかをこれ確認するんですけども、それをするためにはこれ展開すればいいですね。それを確認するためにはこれ展開すればいいです。展開すればいいです。展開すればいいというのをちょっと色変えますね。展開すればいいです。で、実際こう展開してみますと、で、ここが間違いそうですね。x の2乗マイナス 2xy プラス y の2乗っていうのが初めに出てきて、で、後ろは、9y の2乗マイナス、ここで間違いそうですね。6xyz ですね。で、プラス x2 乗 z の2乗。で、プラス1と。こんな感じになりますね。で、そうすると、これ整理すると、x2 乗マイナス 2xy。で、y2 乗が2箇所あるんですよね。ここと、かけない。ここと、ここになりますよね。だから、y2 乗はまとめて、プラス、10y の2乗ですね。で、マイナス 6xyz プラス x2 乗は z2 乗プラス1。で、これで上の式と同じであるってことをちゃんと確認したいんですけど、いいですね。いいですね。あ、等しいですね。よかった。安心しました。安心して、ここは1ですね。安心しました。ですね。だから、この下の方程式は整数解持たないということになります。これいいですか？上の方は間違ってましたけど、下の方は正しかったので安心したということですね。いいですか？それで、このヒルベルトの第10問題、あ、書いちゃった。と言ってるのは、何なのかというと、こういう方程式が与えられたときに、整数解を持つかどうかってことが判定できますか？そういうことで、決定する方法ありますかって聞いたのが、ヒルベルトの第10問題です。で、もう少しちゃんと言うと、これですね。与えられた、ここに、これが書いてます。ヒルベルトの第10問題。与えられた整数係数多変数代数方程式が整数解を持つかっていう質問です。持つかどうかってことを、判定できますかって聞いているのが第10問題です。で、この整数係数多変数代数方程式のことをディオファントス方程式ということがあります。これはそのギリシャの哲学者というか数学者に由来すると
ということですね。で、この代数方程式って何かっていうと、これは多項式だと思ってください。多項式だと思ってください。で、多変数なんですね。多変数だからたくさん変数がある。だから今、この例の場合というか、この書き方の場合には、x1 から xn まで n 個変数を持つというふうに思っています。で、下の書き方は何かっていうと、この一個一個ですね、この輪の中にあるの、これ単項式ですね。これ単項式ですね。あ、ちなみに単項式って英語でモノミナルって言って、多項式ポリノミアルって言うんですけど、だから、モノの部分が1っていうのを表してて、ポリっていうのをたくさんっていうのを表してるわけですね。はい。で、単項式のこの A なんとかっていう部分、これが、その単項式の係数です。で、後ろの部分は、その各変数が、何時で現れてるかってことを表してます。例えば、その X1 は、今、I1 状態になってますね。で、i1 っていうのが0から d までの何かの値を取るというふうになってるわけです。だから、各変数の次数は大きくても d、高々 d であるというふうになっているということですね。で、そんな感じで、この、ディオファントス方程式は書けているということになるわけです。で、そういうものがあったときに、それイコール0っていう方程式が正数解を持つかどうかってことを、決めてほしい、判定してほしいっていうのがヒルベルトの代数問題です。で、ヒルベルトの代数問題って言ってるんですけども、ヒルベルトはですね、1900年に開かれたですね、数学者会議、国際数学者会議っていうところで、その招待講演をして、そこでですね、23個かな？ 23 個その問題を出したんですね。問題っていうのは、こういう問題を今後その数学が解決していくべきだというふうに言ったかどうか、ちょっと記憶にないんですけども、記憶ないって、その実際聞いたわけじゃないですからね。記憶というのは、そういうことを言ったという、何を言ったのかということについての、その覚えが定かではないんですけども、まあそういうなんか23個問題を出しまして、まあそのうちの一つがこのヒルベルトの代数問題だったということですね。で、1900年っていうのはまだですね、その計算理論とかっていうのが生まれてない段階だったんですよ。だけども、その頃にそのヒルベルトが、その世界中のですね、数学者に訴えた重要な問題だっていうふうに思ったもの、言ったものの一つっていうのは、まさに、こういうその計算に関する問題だったんですよ。こういうことはこれ、計算できますかってことを聞くような問題だったんですね。で、まあ、我々にとっては、まあ、こういう問題があったら、それがそのホワイル計算可能かどうかってことを、まあ、考えるということになるわけです。で、そうすると、まあ、ここに書いてあるように、そのホワイル計算可能かどうかを考えるときには、ホワイルプログラムでは、計算するものは部分関数ですから、この上のですね、このヒルベルトの問いっていうのを、その部分関数の形に、まあ、書き換える必要があるわけです。それを今どういうふうに思うかっていうと、それをここに書いてあるように、関数 F を計算する問題とみなすわけです。で、どういうふうにするかっていうと、まあ、入力があったら、まあ、ちなみに入力っていうのは、この N っていう変数の数と D っていう各変数の次数と、まあ、係数ですね。まあ、これを適当にコード化したもの。を入力するわけです。で、その入力に対して、その F という関数は、その入力が表す多項式 P イコール0っていうのが整数解を持つ場合には1を返して、そうじゃなかったら0を返すという、まあ、関数だというふうに見なすわけです。で、この関数が計算できれば、そのヒルベルトの問い、つまりその与えられたディオファントス方程式が整数解を持ちますか、持たないですかっていう問いにも答えられるということになるわけです。ということで、この F っていう関数を計算するというような、ホワイルプログラムがありますかどうですかっていうことを問うということになるわけです。いいですか？で、実際その分かったことというのは、今知られていることって何かっていうと、ヒルベルトの代数問題は計算不可能です。つまり、それを解くアルゴリズムっていうのは存在しないということが分かってます。その変数の数と変数の次数と各、単項式の係数を与えて、そこからできるディオファントス方程式が解けますかっていう問題は、アルゴリズム作れません。
まあ、こういう問題、まあ、なんか、経済になりますよね。なりますよねっていうか、まあ、この問題が道端に転がってるかどうかっていうと、これ案外転がってるんですけども、こういう問題、道端に。これはその、解くアルゴリズムないです。だから、皆さんどう、あがいてですね、これを解くアルゴリズムを作ろうと思っても、これ作れないです。ってことは、数学的に証明されてます。で、これは深いっていうんですね。これは深いっていうです。だからこれその、なんか整数であるとかで言うことが関わってるんで、なんかその、ややこしいんですよね。ややこしいんですよね。で、証明を構築した研究者の名前を取って、頭文字を取って MRDPTL と呼ばれることがあります。証明されたのは1970年ですね。これ私すら生まれてないですね。私すら生まれてない、こんな昔にですね、こんな深いことが知られてるっていうのはですね、なかなか、やっぱり数学っていうのはすごいなっていうふうに思うわけですけども、これは、だから、一大定理です。大定理です。大定理です。重要な定理でもあります。で、さっきこのヒルベルトのその、ことを言ったんですけども、1900年にですね、ヒルベルトが23個の問題を出したっていうふうに言ってるんですけども、実はですね、23個の問題の中のほとんどはですね、計算に関わる問題です。計算に関わる問題です。で、その数学と計算っていうのはですね、もうほぼもう切っても切れない関係と言っても過言ではないというか、もう過言ではないというか、数学は計算そのものというか、なんて言うんでしょうね。なんかね、どう言えばいいのか。だからその、まあ、計算とは何なのかってことを、ちょっと割とやっぱりこの深く考える必要あると思うんですけども、その人間がやってることは計算だっていうふうな立場だとすると、数学っていうのは人間がやってることなんだから、数学っていうのはその、まあ、計算の産物なわけですね。だから、その証明するかっていうのもその計算ですし、その、この、計算不可能であることを証明するっていうのも計算ですし、なんか何もかも計算なんですよね。だから、やっぱり、ただ単に今言いたかったことは、数学と計算っていうのは切っても切れないことであるということを言いたかったということですね。はい。で、これが、一つ目の、ご紹介したかった例になります。いいでしょうか。その、ヒルベルトの第10問題っていうのはどういう問題かってことは分かりましたか？いいですか？ちょっと反応を待ちます。サムアップか、なんか笑顔か、笑顔って言うんですけど、スマイルか、わかんなかったら涙を流すか、涙を流すジェスチャーをするかです。冷や汗がありますね。冷や汗はどうしましょうかね。なんかわかんないことがあったら、コメントで質問をすること、じゃあ待ちましょうかね、ちょっと。いいですか？じゃ、また何かあったら、最後のコメントですね。フォームに書いてもらうコメントの方でぜひお願いします。はい。じゃあ、二つ目の例なんですけども、コラッツ予想っていうのがあります。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。計算、ちょっと今、ちょっと質問が流れたので、もう一回読み上げます。計算不可能性を計算するプログラムの例はありますか？つまりですね、これはですね、問題を入力するってことになりますね。問題を入力して、その問題が計算不可能かどうかを計算するプログラムっていうような形になると思います。そういうものは考えられると思うんですけど、で、これはなんかね、知られてる気がするんですよ。で、知られてるんですけども、私がですね、この計算理論に関する知識とかですね、経験が浅すぎて、ここでパッとお答えすることができないっていうのが実情です。だから、例って言われると、だからですね、だから、今言ったみたいに、そのプログラムじゃなくて、問題を入力しますね。だから、そうか。だから問題を入力することがまずできるかどうかってことが問題なんですね。でも問題を入力すると、問題っていうのは、なんかこんな感じで、文字列で書けるんだから、必ずコード化はできるはずで、だから問題は入力できて、だから問題を入力して問題を処理するプログラムっていうのは考えられるはずなんですね。で、だから、入力した問題っていうのが、計算不可能かどうかを計算するプログラムっていうのは、考えることができると思います。だから私が今言うのは考えることができるってことは言えます。で、それが計算可能かどうかってことを、判断する必要があって、多分これはですね、計算可能じゃないと思います。計算可能じゃないと思います。はい。多分とか言ってますけども、割と、
今、思いますって言ってる、その思いはですね、強いです。それが計算可能だったら、驚いちゃうんで、計算可能じゃないと思いますけども、だから、例はありますかという質問に対しては、計算可能じゃなかったら例はないということになります。はい。一方で、なんだろうな。この授業の中で、例えばその定時性関数の計算は不可能であるとかっていうことを証明したりしてましたけども、まあ、その証明自体はプログラムであるというふうに見なすこともできると思うんですね。まあ、そういう見方は割とあるんですけども。で、まあ、そういうことを突き詰めていくと、もう少しそのプログラミング言語理論とかの深いところの話になるかなっていうような気がしますので、ちょっとそれはこの授業でも、まあ、範囲ではないという感じになります。はい、すいません。ちょっとあまり満足のいく回答じゃなかったかもしれませんけど、こんな感じでどうでしょうか。はい、ありがとうございます。すいません。で、じゃあ、二つ目の例を話しますね。ここのスライド、ちょっとだいぶ赤いですけど、コラッツ予想っていうのは、これも数学の予想なんですけども、何かというと、次のような数列を考えて、数列です。で、何かというと、A0 っていうのは C です。まあ、C、これ、整数だと思ってください。1以上の。で、全化式なんですけども、AN っていうのはどういうふうに決まるかっていうと、N が1以上の時には、その N が偶数だったら2で割ります。すいません。これは書き方が間違っている。AN-1 を2で割ります。すいません。これはいろいろと間違っていて、これいろいろと間違っているって、これは全面的に間違っているんで、これはちょっと後で修正ですね。これはですね、筆が滑りすぎですね。私の筆が滑るんですけど、これ筆が滑りすぎで、an-1 を2で割ります。で、これは an-1 が、モッド2で0の時ですね。すいません。何を言ってるんですかね。だから、n じゃなくて、an-1 を見ます。すいません。これ全化式ですからね。an-1 を2で割ったら0の時。2で割ったら0の時と言って大変ですね。モッド2で0の時。だから偶数の時には2で割ります。で、偶数じゃなかったら an-1 はモッド2で1なんですけども、の時には、ここに書いてあるように、3an-1 プラス1っていうのを、an とします。これを書きたかったんですね。すいません。全然違うのが来ましたね。はい。はい。すいません。書きたかったことと書いたことが全然違ったという、これはまずいですね。こういうことよくやるので注意してください。はい。すいません。で、ですね。だからこれ全化式だから、この A0 を、この C の値を決めると、どんどんこの AN っていう値がこれ決まっていくわけです。で、この、あの、で、実際にちょっとこれ、プログラムがあるので、ちょっと実行してみますけど、またそれ、どうするか、Ruby で、じゃあ、で、今、これ引数として C の値を決めますね。じゃあ、例えば、100をやらすな、101とか、それで、そうすると、こんな感じで、数列の値がどんどん決まってきます。あ、今、見えますか？今、プログラム実行してるんですけども、見えますか？見えてます。いいですか？で、今、どんな感じで、これ、すごく早く動いているので、この通信によってどんな感じで皆さんに見えてるかわかんないんですけど、今この142142っていうのはずっとこれ今繰り返されているように見えてると思います。ちょっと実行を止めますね。止めました。こんな感じですね。こう、142142っていうふうに最終的にこう繰り返されるように、101からスタートしたらなりました。じゃあ違う数値言いましょうかね。100じゃなくて、101じゃなくて、じゃもっとなんか、本当にこんな大きな数字で言いましょうかね。こんなぐらいやってて、これやってるとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じでずっとその AN の値が決まっていくんですけども、今これ何桁ぐらいなんでしょうかね。何桁かすらちょっとわかんないんですけども、でもだんだん桁数は単調に減っていくわけではなくて、たまにこう増えたりもするんですよ。そのなんか3倍して1足すとかってことをやってますから、まあ、増えることもあるんですけども、でもなんか全体の傾向としては、なんかこう減っていくような傾向が見られるかなっていう気はするんですよね。桁数がね。
で、まあ、ずっと計算していって、あ、ちょっとまた今、桁数がかなり増えましたね、一瞬。で、だんだん桁数減ってって、今、桁数12ぐらいなんですけど、で、これ最終的にですね、1、4、2、1、4、2っていうのをなんか繰り返すような形にまたなるんですよ。今、だいぶ桁数減ってって、計算も早くなってって、もう少し落ち着きますね。ああ、なりましたね。142、142、142。こんな感じですね。ってことになります。皆さんも、これ、プログラム簡単なので、ぜひやってみていただくといいと思うんですけども。で、予想とか未解決問題は何かっていうと、どんな1以上の整数からスタートしても最終的に1に行きます。一旦1になったら、1は、奇数ですから、その次の数列の値は 3×1 プラス1になります。4になります。で、4になったらその後は2になります。必ず。この規則に従うと。だから、一旦1になったら142142142っていう繰り返しに陥るんですけども、それがどんな C から始めても起こるっていうことを予想したのがコラッツ予想です。でですね、この予想について何が分かってるかっていうと、C が2の68乗のとまでの場合は正しいことが、これは確かめられてます。で、これはですね、なんか毎年これ更新されていっていて、まあ研究者頑張ってるって感じがするんですけども、これただ、その計算機分回してるだけじゃなくて、まあもちろん計算機も回すんですけども、その中で、うまく計算ができるような工夫っていうのも、いろいろとしてます。工夫っていうのは、なんだろうな、ハードウェア的な工夫とか、プログラミング的な工夫というよりは、どちらかというと数学的な工夫です。数学的な、なんか定理とかを示すことによって、その探索の量を減らすとかってことをしてます。で、まあ、エルデシュっていう数学者が昔いたんですけども、その人によると、有名な数学者がいたんですけども、その人によると、Mathematics is not ready for such problems です。数学っていうのはこの手の問題を解く準備がまだできてないってことですね。まあそういうことを考えても、まあこれ割と単純な問題だったと思うんですけども、こんなものも解決できないのかっていうぐらい数学っていうのはまだ未発達だっていうことなんですね。で、先ほども言ったように、このまあ C が、この2の68乗ぐらいの時までは、まあ分かってるってことになってるんで、まあこういう問題を解決しようというときには、やっぱりなんかそのなんかプログラムを作って解決してればっていうふうに思うかもしれないわけですね。で、だから例えばなんかこういうことを考えましょうと。今ですね、ここですね。コラッツ予想が難しいことを計算、理論的に考察するために、コラッツ予想に関連する次の数列を考えたわけです。で、ここも間違ってるんだな。なるほど。ここも間違ってるんで、ここもちゃんと載せますね。この N の部分が全部、これが AN-1 ですね。で、ここの N もそうですね。すいません。これも全部 AN-1 です。すいません。で、何かっていうと、先ほどと同じように A0 は C とします。これ整数ですね。で、AN っていうのは先ほどと同じような形で、更新していくんですけども、何かというと、先ほどは、2つ倍焼きがあったわけです。その AN-1 が偶数であるか奇数であるかで倍焼きしたんだけども、今回は、このなんかラージ P っていうのがあって、そのラージ P という値で割った時の余りを考えます。で、それが0か1か、p-1 か。まあ、間はこう点々点ありますけども。によって、その出てくる式がまあ違うんだというふうに思いましょうと。まあ、こういうふうにそのコラッツ予想で出てくる数列を一般化します。で、先ほどは何だったかっていうと、an が、an-1 の2分の1か、3an-1 プラス1かだったってことですね。なので、先ほどの例は、これになりますね。p が2ですね。p が2、だから2つの場合しかなくて、アルファ0が2分の1で、ベータ0が0。で、こういう形になると。2分の a マイナス、an-1 が出てくると。で、1の方ですけども、アルファ1が3で、ベータ1が1。というふうにすれば、3an-1 プラス1という式が出てくるという形になります。はい。ということで、この数列、は、まあ、コラッツ予想に関連する
まあ、数列として、そのコラッツ予想に出てくる数列を一般的に書いたような、一般化したようなものになります。で、一般化コラッツ問題というのがあります。それは何かっていうと、今、この C とか、このアルファ0とかベータ0とか、ここら辺ですね。まあ、ここら辺のデータ、あるいは、あと P ですね。P っていうのを与えたときに、この上に書いてある数列が最終的に1となるか。ってことを問うという問題です。そうすると、この一般化コラッツ問題が、これはその、なんかこれもその、なんでしょうね。計算の問題なわけですけども、これを解くようなアルゴリズムが作れれば、それを使ってコラッツ問題そのまま解けるわけですね。だから、まあ、こういう問題考えて、まあ、それを使ってコラッツ問題解決しようっていうの考え方はまあできるわけですけども、残念ながらそれはできないっていうのが次のページに書いてあります。なんでかっていうと、一般化コラッツ問題は計算不可能だからです。つまり先ほどの問題解くようなアルゴリズム存在しません。つまりですね、一般化コラッツ問題を解くアルゴリズムを作ることでコラッツ予想を解くことはどう頑張ってもできないです。原理的にできないです。原理的にですね。はい。厳密にできないです。だから、その、なんかその、難しい予想とかですね。だから、難しい数学の問題があったときに、その難しさを考察するために、なんか一般化した問題が計算不可能であるとかっていうふうな議論をすることで、あ、確かに難しいんだなっていうふうに考えるっていうような計算理論の付け方っていうのがあったりします。すいません。あったりします。で、これはそういうような例の一つになっているということになりますね。これ証明されたのは、72年ですね。コンウェイは最近亡くなりましたけども、コンウェイの結果として有名なものの一つですね。はい。あります。で、注意が下にあります。今ですね、一般化コラッツ問題は計算不可能だっていうふうに言ったんですけども、コラッツ予想そのものをアルゴリズム的に解けないとは言ってません。だからそのコラッツ予想を解くようなアルゴリズムはあるかもしれません。あるかもしれません。だからそれは、このコンウェイの結果からは何も言えないです。だからそれは、否定されてないってことは注意します。で、もう一個。これはわけわかんない注意なんですけども、次のゼロ変数関数は計算可能ですって言ってます。何かというと、これはゼロ変数関数なので引数取りません。で、何かというと、コラッツ予想が正しければ1を返し、コラッツ予想が正しくなければ0を返すっていう関数です。これ計算可能です。言ってることわかりますか？我々は、コラッツ予想が正しいのか正しくないのかということを知りません。知りませんけども、この F を計算するプログラムは作れます。いいですか？ これ、レポートの問題にしてもよかったかと思うんだけども、まあ、ちょっとトリッキーすぎるんでやめましたが、だから、これ実際これプログラム作れるので、ぜひ作ってみてください。はい。じゃあ、最後にですね、じゃあ、あと10分ぐらいで、この行列の乗算に関する問題っていうのを、紹介します。でも何かというと、行列の集合を考えます。これ、全部、サイズは同じだとします。正方行列の集合を考えます。だから、この場合は、二次正方行列ですね。二次正方行列の集合を考えます。で、これらを使ってゼロ行列を作ることができるかってことが質問です。で、使うってのは何かっていうと、これらの M1、M2、M3 っていう、行列のいくつかを並べて掛け合わせるってことが、この使うってことになると思ってください。で、この例の場合は、M1、M2、M1、M2 っていうふうな積を作ると、これゼロ行列になります。で、実際やってみると、M1 は1マイナス1マイナス1ですね。で、
M2 は1201ですね。で、これやってみると、でこれもなんか間違ってる気がしてきて、だんだんちょっと不安になるんですけど、こうなっていって、じゃあちょっと今この2つの行列の積考えましょうと。で、そうすると、これは、1、なんかだんだん不安になってきたな。マイナス1、マイナス1かな？合ってるかな？合ってると思うんですけど、で、後ろの方もこれ同じ行列なんで、積は1、1、マイナス1、マイナス1ですね。で、そうするとこれかけると、0で、0、0です。いや、合ってますね。合ってますね。よし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 。って感じで作れます。作れます。いいですね。よかった。じゃあ、別の例見てみますね。この3つ行列があって、MHM に M3 と。これらを掛け合わせることで、0行列は作れません。なぜでしょうか？ちょっとじゃこれはちょっと聞いてみましょうかね。なぜでしょうか？全くアイデアがないっていう場合は、じゃあちょっと涙を流すジェスチャーしましょうか。じゃあなんか分かりそうっていう人はなんかサムアップします？特にサムアップはないですね。はい。例えば、まあ、わかんないです。なんかA、B、C、D、E、なんか。たくさん行列かけて、これ、ゼロ行列ができたりするじゃないですか。なんか、この掛けたら途中にゼロがあるから、O があるから、いけないんですけども、じゃあ、P までにして、P じゃなくて、O の前は、N。たくさん行列かけて、ゼロ行列ができたりしますよね。で、と仮定しましょうか。そうすると、何が言えてないといけないかっていうと、これ、行列式を考えましょう。両辺の。そうそう、行列式も等しいはずです。で、0行列の行列式っていうのはこれ0になるわけですね。で、一方で、左辺の方何かっていうと、これ積ですから、で、全部これ正方行列なんで、この行列式っていうのはこう分けられるわけです。A の行列式かける B の行列式かける点点点という感じで。いいですか？で、そうすると、これはいくつかの行列の行列式をかけたら0になりますよってことを言ってるわけですね。で、そういうことがないと、この行列かけたときに0行列になれないわけです。で、このような、積っていうのを積っていうのを上に書いてある M1、M2、M3 から作ろうとしてるんだから、それらをかけて0行列を作ろうと思ったら、M1 の行列式か、M2 の行列式か、M3 の行列式のうちのどれかが0でないといけないわけです。いいですか？ここまでいいですか？じゃあ実際、じゃあ M1 と M2 と M3 の行列式計算してみましょう。ちょっと上に入れますけども。じゃあ例えば M1 の行列式を計算すると、これは1なんですね。じゃあ M2 はどうかっていうと、これも1なんですね。で、M3 の行列式どうかっていうと、これは、8-6 だから2かな。となって、これどれも0じゃないから、こういうふうな仮定、に入ったようなことは起きませんということになるわけです。いいでしょうか。だから0行列作れませんということになります。で、これは割と簡単な場合で、簡単な場合っていうのは、この、どれも、この行列式は0じゃないから、もう作れないってことがすぐ分かったんだけども、実は、なんか、どこかに0行列、じゃなくて、行列式が0にあるような行列があったとしても、
かけてゼロ行列を作ることができない場合っていうのもあり得ます。あり得ます。で、実際は、こういうその問題があって、その D 次正方行列が M 個与えられたときに、それらを掛け合わせることでゼロ行列を作れるかっていう問題があります。これ、モータリティ問題っていうふうに言ってます。で、これは計算不可能です。で、それはですね、D が3であっても計算不可能。D っていうのは何かっていうと、今これ D 次正方行列って言ってますから、3×3 行列をたくさん集めてきて、こういうことできますかって言われても、これは計算不可能です。で、なおかつ、M が7であっても、M っていうのは行列の数です。先ほどの例では D が2になってて、M が3だったんですけども、つまり、3次正方行列を7個持ってきて、その7個をうまく何回でもいいか並べて、何回でもいいというのは重要ですね。何回でもいいか並べて、ゼロ行列を作れるかってことを聞いても、それはプログラム作れませんということになります。でですね、D が13で M が3であっても計算不可能だし、D が21でも M が2であっても計算が不可能ということも知られています。で、一方で、D が2の場合っていうのは実は未解決問題で、これ解決しました。だからその 2×2 行列がたくさんあって、それらを何回か並べて、ゼロ行列にできますかっていう問題は計算不可能かどうかということで分かってません。これは割と重要な未解決問題です。で、M が2の場合、つまり 2×2 行列が2つある場合、それらを掛け合わせて、まあ、何回掛け合わせるか分かんないですけどね。何回掛け合わせるか分かりませんけども、たくさん掛け合わせて、0行列は作れますかっていう問題については、アルゴリズム作れます。プログラム作れます。ということが分かってます。計算可能です。けども、例えば、2×2 行列が3つあって、それらを何回か掛け合わせて、0行列作れますかっていう問題が、解けるかどうか、計算可能か不可能かってことは、分かってないです。だまあ、あるいはその、こんな簡単な問題も分かってないっていう一例ですね。って感じになってます。はい。ちょっと最後駆け足になってしまったかもしれませんけども、こういう問題もありまして、紹介でした。で、今日はこれでおしまいになります。その最後、フィベルトの第10問題に関係する問題と、コラッツ予想に関係する問題と、この行列のモータリティ問題っていうものを紹介して、それらが計算不可能だってことの、事実だけを紹介しました。はい。では、これで、この計算理論の前半の授業は終わりになります。